令和5年11月3日、では Q&A メンバー限定ライブその3です。小谷さん、よろしくお願いします。はい、ここからは今週の朝敵。はい、はい、ちょっとね、音楽的にしてみたら、ね、考えてみたらね、はい、朝敵テーマも探します。はい、はい、お願いします。はい、視聴者様から、岸田政権が天皇皇后両陛下の韓国ご訪問を計画しているという噂がありますが、本当だったら大問題じゃないでしょうか、という鹿児島県の愛さんからのご質問がありました。門田隆昌さんの X です。天皇皇后両陛下の韓国ご訪問が本当に計画されているなら賛成しがたい。山田博史氏も、事実なら私は絶対反対だ。韓国社会では天皇の呼称を使わず、いまだに日王と呼んでいる。朝鮮半島の国にとっては、孔スメラギと称することができるのは、歴史的に中国皇帝のみであり、それ以外は皇帝から承認された王であるとの中華思想、改秩序がいまだにある、と。天皇訪中を実現した宏池会政権がまたしても…そして平井さんの X です。皇室を政治利用する朝敵岸田内閣、この不敬者。まあ、まさにね、門田先生がポストしたようにですね、この宏池会というのはものすごい許しがたい前科があって、はい、それは何かというと、天皇皇后両陛下をですね、政治利用して中国に、天安門事件後の中国に行かせたわけですよね。はい、まさに朝敵売国奴、うんね、この宏池会がまたしてもやろうとしてんのかと、ね、これはね、なんで韓国に天皇皇后両陛下が行かなきゃいけないのかと、ね、まずは門田先生も書いてるように、はい、朝鮮半島にはね、結局我が国の皇室をね、崇敬するこのなんていうのかな、概念っていうのがないどころか、逆に天皇というね、きちっと我々が使っているその呼び名というかね、あるにもかかわらず日王と呼んでるわけでしょ、ね、こんな国になんで行かせんだと、大体だからね、そういうことを推進する人の出自をよく調べましょうって話ですよ。はい、はい、これ山岡先生、いや、これでもそもそもね、なんで今そんなこと考える必要あるわけ。そうですね、今なんかその必然性ってなんか少しでもあるのかな。まあないんだけど、もちろんないんだけど、だけど岸田さんたちは何を根拠にこういうことを考えるわけ。意味不明ですよね。意味不明ですね、ですよ、確かに。このタイミングで絶対阻止しなきゃいけませんね。本当ですね。だって陛下はね、俺は行きたくないって言えないんだから、お立場上ね、はい、私たちは行きたくありませんって言えないんだから、それはやっぱ国民が皇室をお守りする以外にないですよ。これもでもアメリカのあれなんですかね、差し金というか、バイデン大統領の韓国との関係を気づいとけよっていう。でもね、これであればね、あと1年っていうか来年はいなくなるわけだから。決めて、井上さんの中では決まってますからね。もう決まってますから、はい、いなくなるわけだから。だってさ、普通に考えたらさ、ヨタヨタしてんのがさ、あと4年もやれるわけないじゃん。さっきもね、階段で転んでましたね。転んでましたからね。ハロウィンのね。うまく言えない、やり過ごしときゃいいんですよ。本当です ね。本当に皇室利用は許しがたいですね。許しがたいですね。はい。はい、まさに朝敵としてね、これ本当に絶対阻止ということですね。はい。はい、ありがとうございます。続いて、続経済安全保障最前線ということで、岡山県の K さんも経済安保の最新事情を教えてくださいということです。こちら夕刊フジ編集局 X です。経済安全保障アナリスト平井浩二氏の経済安保最前線。米国では中国などで米国企業が行う機微技術への投資規制法案の成立が進んでいます。日本の国会議員は国家安全保障に関する行動は見られません。はい、こちら先生の記事ですね。はい、ありがとうございます。はい、
でね、まあこれがですね、ここに書いてありますけれど、あの見出しに書いてくれますけど、今ねまだ法案なんですけどね、対外投資透明性法案というのをね、今まあ上下両院で、あの来年度の国防権限法の中に盛り込もうとして動いてるわけです。はい、でこれはなあのどういうことかっていうと、アメリカの4つのベンチャーキャピタルに対して上院がですね質問状を出したんです。それはこの日本のこの、じゃあ日本じゃあの米国の機微技術、まあ米国が大事にしている機微技術ですね、これ中国でそういうことをやってる、例えば人工知能だとかなんだとかね、こういうような分野にをやってる中国の企業にベンチャーキャピタルとしてどれだけ金を突っ込んで資金を援助しているのかと。それで中国共産党とそれらベンチャー企業の間はどうなのかというようなね、4項目の質問を出してるんですよ。で結局どういうことかというと、この売国ベンチャーキャピタルがですね、アメリカの国家安全保障に深刻な影響を与えるような行動を取ってるわけで、金儲けのためにね。でこれに対して規制を加えようとしてるのが、あの今度の国防権限法に入ろうとしてる対外投資透明性法案っていうんですね。だからビジネスってのは金儲けなんだけれども、それよりも上位概念にあるのは国家安全保障じゃなきゃいけないわけですよ。はい、で自分今のこれはね、日本の企業人にも言えることなんだけどもね、日本の EEZ にミサイルを打ち込んでくるような共産中国に、まだまだね、反スパイ法とかいろんなものが施行されてるにもかかわらず、従業員を送り込んで物を作ってるわけですよ。で、14億人の市場があるとか、まだ寝言を言ってるんだけど、14億人いりますよ、確かに。だけど、中国の状況を見れば、不動産のね、バブルがいよいよ、カントリーガーデンのね、デフォルトも起きて、いよいよ始まったと。で、その額はというと、はっきりはわかんないけど、2000兆円ぐらいだと言われてると。ね。それで、14億人の人口に対して34億戸のマンションまで建ってしまってる、建ててしまったと。で、そんな状況で、中国人が、まあ、要はバブルが崩壊するということは、中国人が、投資した中国にある不動産の価値っていうのが下がるってことじゃないですか。はい。ということは、そんな贅沢品を使って消費するとは合理的に考えられないわけですよ。つまり高いものは売れない国になると。でそんなところでまだね、反スパイ法もできてるよう、できたのに、そんなところでね、もたもたしてるって、どういう感覚なんですかっていうことなんですよね、一言で言うと。これ素朴な疑問なんですけど、はい、アメリカ側から中国にの企業に投資した場合の、その透明性をきちっと精査せよという法律なんですけど、中国側からのアメリカ企業への投資っていうのも、これはですね、トランプ政権の時に、これはね、2019年度の国防軽減法でファーマって法律ができていて、はい、それまではオバマの時は自由に来て何でも買ってくださいっていうのが、そういった機微技術をやってるような米国企業へ、それは資本入れなくて業務提携まで含んで、全部シフィスの事前審査を義務付けてるんですよ。だから、うちに入ってくるやつはもう2019年ぐらいから対策が進んでいるんですけど、それで今度外に出していくもの、アメリカの金を外に使うものに対して、いよいよいろんな面で、金融面でも、網を、まあ、2年ぐらい前から張り始めてんだけど、いろいろ、施策が加わってきましたねって話なんですね。なるほど。よくわかりました。はい、山岡先生、いかがですか？まあ、これ本当にね、まあ、日本は伝統的に外圧に弱いと。で、いい外圧、悪い外圧、普通の外圧ってあると思うんですけど、やっぱり変な外圧に屈してないでね。そう
そうですね、アメリカこういうことはアメリカに追随すればいいわけでしょ。はい。ねえ、うん、順番逆ですよね、平井さん。そうです。だから安倍政権の時はその2019年国防権限法の改正を受けて、翌年と翌々年の2回に分けて我が国の外為法はものすごく厳しくなって、で米国の基準に近づけたわけです、うん、まあ、それが今運用できているかどうかはまた別だけど、法律の文面としてはきちっとなったんですよね、うん、でところが今の岸田さんっていう人は安倍さんと真逆なアホだから、結局こういう動きが来ていてもですね、どうやって我が国のこれを足並みを揃えていこうかっていうことはないわけですよね、うんうん、はい、そういうことです。まあ、それは中国に対する忖度が非常に強いっていうこともあるでしょうね。あると思いますね。はい。その通りです。うん。はい。はい。続いてもう一つ、平井さんの X です。バイデンアメリカ政権は中国政府が軍事力やサイバー戦闘能力を高める可能性がある。うん、あ、これは同じかな？じゃないね。はい。はい。違います。はい。失礼しました。可能性があるとして、同国が最先端チップや AI ツール、スパコンその他の技術へのアクセスすることを制限しようと試みており、うん、AI 向け半導体の輸出規制もこの一環。NVIDIA、中国からの50億ドル受注に暗雲という、うん。これね、ウォールストリートジャーナルの記事なんですけど、はい、まあ、NVIDIA っていう AI 技術を開発するために使われる半導体に強い会社があるんですね、アメリカに。で、そこが今度は中国から今50億ドル受注されてんだけど、まあ、それがで輸出できなくなるよという、まあ、タイトルなんですけど、この背景をちょっと話をすると、要は前お話したように、今までのこの今の戦争っていうのはその情報化戦争って言って、情報を駆使して戦争していくわけですけど、これに今度は知能化戦争というものに変わっていって、はい、AI が判断した作戦とか指揮命令系というものが使われるようになって、 AI を搭載した兵器が戦うようになると、これが次の戦争なんですね、うん、そのためには AI 技術を抑えたところが覇権を握るって言われていて、そのじゃあ AI 技術をどうやって強くするかというと、 AI っていうのはまあ大量の情報をスパコンが計算して、そして判断をしていくわけじゃないですか、はい、だからスパコンの技術、ね、AI をまず抑えるにはスパコンを出さない、そしてスパコンの頭脳が CPU っていう高性能な計算の半導体だから、これも出さない、うん、そして今度 AI 用の半導体も出さないと、こういうふうにして、とにかく中国にAI 技術研究がやれないようにしていこうという、うんうん、まあ、アメリカの大戦略があるんですね、で、その影響を受けるのがこの NVIDIA っていう人工 AI 用の半導体を作ってる会社で、今まで大きな取引先が中国だったんだけれども、米中対立の影響を受けて、まあ、NVIDIA の業績にも影響が出ますねっていうことをウォールストリートジャーナルが書いてるってことなんです。うん、本当にアメリカってこういうことは緻密にやるんだなって、ね、感じがしますけど、去年の10月にやったでしょ、でいろいろ抜け穴を作って中国がやるもんだから、この今回出た追加規制っていうのはそういった抜け穴を全部塞ぐような対策です、うん、これもその一環ですね。これが備中のバイデン政権下であってもこういうことが進むっていうのは、これはね、すごいです。なぜかっていうと、アメリカのその政治っていうの、うん、政治とそのなっていうのが日本とものすごい違ってて、うん、法律を作るのが議会なんですよね。議会じゃないですか。で、議会は今超党派で中国許すまじなんですよ。なので超党派でこういった法律がどんどんできてくる。で、それが議会で、成立して、で成立っていうか可決されてバイデンさんのところに送られてきて、彼がサインすると彼はそれを執行しなきゃいけないのね。うーん、
だからそういう仕組み、ざっくり言うとそういう仕組みだから、まあ、バイデンさんがいくら備中であっても、どんどん法律ができてくればそれをやらざるを得ない立場なんですよね、政府っていうのは。これも、うん、まあ、その通りですよね。だからその議会もね、あれです、民主党がマジョリティを取ってる部分もあるわけで、うん、ですから、で、議会が法律を決めていくと、立法府だった、うん、まあ、それは日本の国会も本来同じはずなんですよね。そう。だからその、うん、議会の機能が全然違うと。議会が議会として、だからホワイトハウスとですね、その行政府とは対立してでも議会は議会で機能するという。うん、それがまあ一応アメリカの場合は動いていると。そうですね。でも日本の場合はですね、そこは全然なんかダメで、だから要するに立法府が微中だと、うん、あ、ごめんなさい、行政府が微中だと立法府も同時に微中になってると。そうなんです、ね。それが日本のあり方でしょ。そこが重なっちゃってるわけでしょ。うん。それでこの後出てくるかどうかわかんないけど、本会議でね、で、なんか居眠りしてる議員はけしからんとこういう話が出たら河野太郎さんがね、いやだって全然関係ないから、ね、寝てるんだと、ね、ちょっとおいって本会議で関係ない議員っているんかってことでしょ。そうです、ね、本会議ってだから委員会で話し合われたことを最終的に意思決定するのが本会議でしょ。だから全員関係があるわけで、まあ、だから本会議やってるわけですから、だから全然関係ない議員が出てるから居眠りしてることになっちゃうんです。だからこれは非効率的なシステムなんですって、うん、大臣がそういう世まい事を平気で言ってるのが日本ですよね。そうですよね、うん、だからまあ、アメリカも共和党民主党があって、私はまあ共和党の考えは好きなんですけれども、ただ民主党の議員にも僕は評価しなきゃいけない部分があるとするならば、彼はやっぱ愛国心を持ってるってことですよ。彼らなりの愛国心があって、うんうんうん、やっぱアメリカの国益を損なうようなものに対しては共和党と手を組んででも法案を提出、ね、成立させようっていうこの意識があることですよね。日本ってそれないですからね。ないですね。うん、本当にね、この家業みたいになってて、国会議員ビジネスやって、でさっきの話じゃないけど再エネ賦課金チューチューしたりね、うん、なことばっかり政治やってんじゃないんです。あれ家業、もう国会議員ビジネスしかやってない、うんね、こんな議員ばっかりだから僕は機能不全になるんじゃないかなと思いますけどね。本当に、いや、その通りだと思います。はい、うん、はい、はい、続きます。こちらですね、こちら夕刊フジ編集局 X です。経済安全保障アナリスト平井浩二氏の経済安保最前線、中国は反スパイ法を改正しスパイ行為の定義を拡大しました。平井氏は日本人社員が標的になる危険性を指摘します。はい、これはですね、本当に危惧すべきことであってね、まあ、この反スパイ法 の、 リスクというものについては、まあ、散々僕もこう話を、まあ、させてもらってきたんですけれど、はい、やはり、まあ、今回ね、夕刊フジさんに、まあ、載せて5回載せられて、今回がその、4回目までが出たのかな、はい、なんですけどね。それでやはりですね、このリスクについて、まあ一言で言うとですね、ごめんなさい、今ちょっと僕のツイートがね出るかな、ちょっと待ってくださいね、私調整してみますね。で、これね、産経新聞さんが実はね、産経省で私のあれを取り上げてくれたんですよ。はい、それで、その彼らが言ってるのがですね、どっかあるかな、ちょっと待ってくださいね。要はですね、このリスクについて非常にこう的確に見てくれたのは、あ、ごめんなさいね、これか。これですね、すいません、画面いいですか、ごめんなさい、はい、ね、ここで、まあ、真ん中辺に出てくるんですけれども、はい、色の、そうですね、色のついた眼鏡をかけることで見えてくるものもある。経済安全保障アナリストの平井浩二氏が1日付の夕刊フジで展開した推理が興味深いと。中国当局に逮捕されたアステラス製薬の駐在員は
臓器移植の裏を覗いてしまったのではと、ね、移植後の患者に投与する免疫抑制剤を同社は扱っている、駐在員が販売に携わる立場なら移植の裏側に触れる機会はあり得る、知りますよそれはね。でスパイを取り締まる国家安全部にはこの上ない口実だろうと、中国の実態を知ってしまった在中日本人が国家安全局の標的になるリスクが高いと僕そう書いたんですね。で推理はありがたいのは、推理は存外対中ビジネスの急所をついていないかと、うんうん、僕は本当ここだと思ってるんですね。で7月に施行された改正反スパイ法の前には、発効45年となる日中平和友好条約も霞む、条文の他を相互尊重も矢印が一方通行ではむなし、そろそろ日本の政財界は対中リスクを薬とせねばって書いてくれてるんですけど、まさにね、私危険性を指摘しますって今読んでいただいたんですけど、まさにこの産経省のね、はい、にまあきちっと見事に集約してくれてます。これをちょっと紹介することで解説に変えさせてもらいます。はい、はい、うん、まあ実際そうなんでしょうね。やっぱり、ね、うん、そういう薬をね、出してるっていうことは、うん、まあ当然実態を把握するわけですからね。ね、うんうん、で、そしたら、で、散々協力させておいてね。で、お前は知りすぎてるから返せないと。川勝知事、読めって感じですね。そうですね。川勝知事、何がグローバル、日中のね、グローバル人材を育てる。あんなとこ行ったら帰ってこれませんよ。帰ってこれ、あっち側に行ったら、うん、はい、はい、ありがとうございます。続いてもう一つ、平井さんの X です。香港から撤退加速、中国の影を嫌う外国企業という記事を引用し、香港の集計によると香港に拠点がある米国企業の数は4年連続で減少し、2022年6月には1258社と2004年以降で最少になった。昨年香港に地域本部を置く中国企業の数は少なくとも30年ぶりに米国企業を上回った。これどういうことかというと、やはり反スパイ法なんですよね。で、もう香港も実質的にはもう中国本土と変わらない状態になってますから、まあ、いつでも反スパイ法で逮捕拘留される、まあ、実際それ起きてるんですね、アメリカ人に対しても。だからもうみんなこれは撤退だと、ね、香港にいたら危なくてしょうがないということで、どん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 香港から抜けてってるんですよ。それで2004年以降で最小の数にまで下がって、ついに中国企業の、ね、中国企業の出先と逆転してしまいましたということを、このウォールストリートジャーナルは書いてるわけなんですけど、よ、まあ、これを見ればね、いかに日本が早く脱中国をしなきゃいけないか、もう外他のね、欧米諸国がどういう動きをしているのかというのをよく見て、自分たちもその自分たちの大事な従業員をですね、そんな危険なところに置いてちゃダメなんですよ。そういう意識が足りてますかっていうことなんですね、このツイートは。本当ですね、うん、香港の女神と言われた周庭ちゃん、あ、ね、初速目でしょ、舞台に出てこなくなってから久しいですけれども、ね、うん、やはり香港も中国色に完全に染め上げられているという、ね、うん、そうですね、うん、まあ、これってあれですね、非常に分かりきった展開ですよね、うんうん、そうですね、うん、まあ、だからこれ例えば台湾なんかがですね、中国の支配下に落ちれば当然こうなるわけですよ。そうですね、完全にだから中国化されるっていうことですよね、うん、でそれがだから沖縄であれ、何であれ、西日本であれ、中国の支配下になったらこうなるわけですよね。そう、いや、だからそれを目の前で見てるわけですよ、はい、だね、いや、今山岡さんすごい大事なことをおっしゃったわけですけど、日本人にその意識が足りないんですよ、うん、ね、日本が中国の配下に入った途端日本はウイグルになるんです、うんうんうん、そのことを分かっていますかっていうことは言いたいですね、うん、そうです、はい、はい、山岡さん、埼玉の件ちょっとだけ触れますか。時間があれば、はい、はい、先日埼玉で立てこもり事件がありましたが、日本はこのままで大丈夫でしょうか。埼玉県の A さんからのご質問、山岡さんの X、またもやなぜか埼玉、
残念だが日本の警察も防御力と攻撃力を強化せねばならないだろう。これから移民社会化が進めばますます日本的常識は通用しなくなる。交番勤務の警察官のスキル向上も必須だ。はい、ということで、まあ、またなぜか埼玉なんですけども、この、まあ、移民が増えたりすればするほど、当然日本の常識が通用しなくなっていくんですよね。はい、はい、でその時に今こう日本のおまわりさんもですね、まあ、割とこうリラックスしてるじゃないですか、うんうん、だってそんなにね危ないやつはそんなにいないということでね、だからそのやられちゃうっていうケースが最近出てるでしょ、うん、だから警察官も、まあ、より重装備になりですよ、そしてスキルアップもしなきゃならないということになってくると。まあ、今年の3月にアメリカに、まあ、CPAC という国際会議に出てた時もですね、はい、もう来てる人たちで大体決まってるわけでしょ。そのアメリカ共和党とかを支持してる人が来てるわけなんだけども、その荷物検査からその入場検査がすごいんですよね。もう完全武装した本当にロボコップみたいな警官がですね、荷物検査するわけなんですよ。で、本当、ああなるともう息苦しくてね、本当にもうたまったもんじゃないわけなんですけど、でも、そういうある程度、武装強化、スキルアップということも考えなきゃならない。で、その時にね、ぜひ、こう、日本国民の皆さんに思い起こしてほしいことがあるんですよ。警察自体ですね、この強化しなきゃならない局面っていうの、今来てるわけでしょ？はい。じゃあ、自衛隊、今の日本の自衛隊は法律的には警察なわけですよ。警察の延長なわけです。うん、警察予備隊、はい。はい。で、警察でですね、どんどん強化される外国の軍隊に立ち向かえると思いますかと、日本を守れると思いますかっていうことなんですよね。だから警察、普通の警察自体がこういう局面に置かれている。で、あるならば、自衛隊は何をか言わんやということですから。自衛隊は自衛隊で法的に正式な国防軍として、やはり整備の向上と武装の向上と、それからスキルアップをしなきゃいけないと。これももう必然的なことなんですよね。このまあ埼玉の一件から、ちょっとそこまでぜひ考えていただけたらなと思います。はい。山岡さん、ありがとうございました。この後はニコ生で四つ目の表現の不自由点となっております。ニコ生にご移動してご覧ください。ということで、はい、ここまでです。はい、どうもありがとうございました。